カードアゲンストヒューマニティはアメリカで開発されたカードゲームの名称及びこのカードゲームの開発、販売、販布などを行っている団体の名称である。カードゲームとしての名称の日本語訳として人倫対戦カードゲーム、人権侵害カードゲームなどいくつかの表現がある。このカードゲームはハイランドパーク、ハイスクールの4人の同窓生によって考案された。 アップルとアップルとよく似た特徴を持つ、このカードゲームは当初、カーデン・フロイデと名付けられていた。これは、ドイツ語の語句で、他人の不幸によって、快感を感じるという意味のシャーデン・フロイデという、言葉をもじったものである。その後、このカードゲームの名称は、カード・アゲンスト・ヒューマニティに変更された。開発者の一人であるベン・ハントゥートによれば、カード・アゲンスト・ヒューマニティは、マジック。 ザ・ギャザリングやシャレードなど様々なパーティーゲームからインスピレーションを得ているが中でも最も大きな影響を与えているのがマッドリブスであるとのことである。その後、カードアゲンストヒューマニティはキックスターターによるクラウドファンディングで資金調達を行った。キックスターターでのキャンペーンは2010年12月1日に開始され2週間で目標の4000ドルの資金調達に成功した。 キャンペーンは2011年1月30日に終了し、この時点で目標の約4倍近くの1万5000ドル以上を集めていた。この資金はゲームの追加開発に投入され、カードアゲンストヒューマニティに50枚以上のカードが追加された。ゲームに使われるカードの例。ルールブックによれば一般的なルールの一つは以下のようなものである。ゲームをプレイする際、 まず参加者は回答の書かれた白いカードを10枚ずつ引く。その後親に相当するカード工程、またはカードツアーとなった人物が黒い質問カードを1枚読み上げる。参加者はこれに対し最も面白い答えと思われる白カードを裏返して工程に渡す。カード工程は白カードをシャッフルし1枚ごとに黒カードの質問を 読みながら白カードをめくって回答を披露していく。そして最も面白い回答カードを出した人物が次のカード皇帝になるというものである。このゲームは最終的にどうすれば勝ちという明確な指針はない。単に楽しむものという考え方である。またルールには柔軟性があり多くのローカルルールが存在している。 イベントでの販売の様子カードアゲンストヒューマニティは開発から半年後2011年5月に販売が開始された。発売から1ヶ月後には米国のアマゾン .com のゲーム部門においてナンバーワンのトップセラーとなった。またカードアゲンストヒューマニティは完成品が優勝で販売されている一方で PDF バージョンが無料販布されている。 カードアゲンストヒューマニティの開発者は、アメリカにおける最大の商戦イベントである、ブラックフライデーに対しても、皮肉の込められたキャンペーンを展開している。2013年のブラックフライデーでは、逆セールとして、カードの販売価格が通常より5ドル高く、設定されたが、この間には、売り上げが微増したとのことである。 2014年のブラックフライデーでは、ブルシットという特別商品が販売された。これは、文字通り、カードと同様白と黒を基調に、デザインされた紙箱の中に殺菌された牛の糞を詰めて販売された一種のジョークグッズで3万箱以上が購入されたという。2015年には、オンラインストアの商品が、見返りのない5ドルの寄付に置き換えられた。 一万千人以上のユーザーがこの商品を購入し、七万ドル以上の寄付があった。この収益金はカードアゲンストヒューマニティのメンバーに公平に分配され、各メンバーが何に使ったかをウェブ上で報告した。多くのメンバーが他のチャリティへの寄付を行っていた。2016年のブラックフライデーではカードアゲンストヒューマニティの開発者たちが ホリデーホールと名付けられた穴掘りを行い、この様子をオンライン中継した。これは寄付金の入金が続く間ひたすら穴を掘り続けるというイベントで、寄付金の使い道や穴の使い道などについては何、一つ明言されていなかった。このイベントでは10万ドル以上の寄付金が集められ、穴は後日埋め戻された。ありがとうございます。